天皇杯 JF 全日本サッカー選手権大会の勝敗勝敗は、功労者や各種競技大会の成績優秀者に授与される、杯月の総称、皇室、王室からの勝敗については、特に支配と呼ぶ場合もある。また、総称、名称としてでなく、勝敗を与えるという行為について、敗を賜うの意から要言的に、支配を用いる場合もある。 日本国憲法下の日本においては、法省条例に基づき、一定の功績のあった個人または団体に国から授与される。他の英典との関係は概ね次の通り、内閣は、勲章や法章に変えて、あるいは勲章や法章に合わせて、勲章のあったものに対して、勝敗を授与する。勝敗は、すでに勲章相当の勲章、法章が与えられているときに、 さらに検証すべき自由が生じた場合や、行為の宗教化など叙君には適しない者の,の功績を検証する場合などに用いられる。法償条例に基づく勝敗の種類は、金杯、銀杯、木杯の三種類とされている。勝敗には、勲章に変えてあるいは勲章と共に授与される場合は、菊門が刻まれ、法章に変えてあるいは法章と共に授与される場合は、霧門が刻まれる。 授与の理由となった訓告の大きさにより、銀星、木星の別があり、さらに三つ重ね一組台付け、三つ重ね一組、単配の別がある。各配の核は以下の通り。なお、訓告表記による訓告は2003年11月に廃止されているため、現在は各訓告総統の勲章に準じて運用される。勲章に変えて授与される場合、銀廃一組。 大胸く君1等もしくは、君二2等に相当する場合、第5号第4号第3号銀杯1個、大胸く君3等もしくは君四4等に相当する場合、第2号第1号木杯一組台付つけ、大胸く君5等以下に相当する場合、第5号木杯一組、大胸く君5等以下に相当する場合、第4号法匠に変えて授与される場合、または法匠に合わせて授与する場合銀杯1個、 木杯一組大付け第七号、五千万円以上の寄付者、第六号、二千五百万円以上五千万円未満の寄付者、第五号、千五百万円以上二千五百万円未満の寄付者その他金杯、最高位の勝敗として千九百三十八年まで授与例があったが、次局の情勢に鑑みとの理由により、同年七月二十日、当分の間、金杯の賜物 値を中止し代わりに銀牌を賜物組みする、胸の将軍局上新第272号が、昭和天皇により再化され、以後復活されないままの状態が続いている。銀牌1個、銀牌1個の別表記。日本国憲法下の官報掲載では7回の、実例あり。木杯では、かの、要例なし。木杯1個、1990年までの、戦没者叙君において、 水蔵例あり、1963年頃から高齢者に対し記念品として一律授与の例あり、一部の地方公共団体にも勝敗の名称を持つ表彰の制度がある。日本赤十字社による献血者に勝敗を送る制度が存在する。献血表彰、検証、編集検証表彰なお、従来は献血回数に応じて献血功労賞、 特別社員賞の贈呈がされる表彰制度も存在した。日本では当該年度中に100歳に到達する者に対して内閣総理大臣から100歳を迎えられた方々の長寿を祝い、かつ多年にわたり社会の発展に寄与してこられたことに感謝するとともに、広く国民が高齢者の福祉についての関心と理解を深めるという目的の元祝状と、 記念品として銀杯が贈呈されている。この事業は1963年度に始まった。初年度の対象者は153人だったが、年々対象者が増加したため、2013年度からは銀杯の直径を1 0 5トルから9トルに縮小するなどして対応してきた。2014年度には対象者が約3万人となり、予算額は計2億9。 800万円に達したため、行政事業レビューで抜本的改革が求められ、2016年度からは、酒きの材料が純銀から銅、亜鉛、ニッケルの合金に銀メッキを施したものに変更されることになった。ありがとうございます。